第2話キンキキッズ。だってしょうがないじゃないか。よし、どうもマサです。よっしゃ、今日もやってくぜ。鬼と田舎と自由研究と部屋とワイシャツとたわし。よっしゃ、じゃあいくぜ。続きから、あ、パート2ね。第2話近畿東北。なお兄ちゃんは家の近くまで迎えに来てくれた。おお、悪いな、夜も遅いのに。いいさ、楽しそうだし。じゃあ行くか。どこに？なんて野暮なことは聞かない。ただなお兄ちゃんの後ろについていく。昼間はあの二人の手前あんまり話せなかったんだ。それって、そう、凛太郎の話だ。この町がまだ村だった頃から住んでる連中は、あいつらだって、で、ん？あの話をしてほしくないんだよ。あいつらだって例外とは言い切れない。へえ、なんで？なんか、そういう知っちゃいけないみたいなことがあるのかね。自分の友達を信用していないと言われているのと一緒だ。そんなこと、信頼するなお兄ちゃんの口から聞かされるなんて、なんだか複雑な気持ちだった。俺なりにいろいろ調べたけど、やっぱりすぐに限界は来たんだ。町の老人連中に俺が怪しい動きをしてるってバレて、誰も何も話してくれないし、神社なんか近づけなくなった。そりゃそうだよな、自分たちが鬼を食った人間の末裔だなんてバラされたくはないよな。え、何それ、急にさ、急になんか一番下の行でさ、怖くなったよ今まで。ええって、お前凛太郎読んでくれたんじゃないの？読んだけどそんな怖い話なんてあったっけ。ああ、確かに分かりにくいよな。千代が凛太郎の傷、つまり血を舐めるシーンあったろ。あれは村の人間が鬼を食った暗喩だよ。いや、待て、俺凛太郎読んでないから分かんないけど、そういうシーンがあったのね。気づかなかった。だからさ、この話をみんなには表は出されてないのさ。クソ感だ、表に出したがらないのさ。そして話を知ってる連中が口を割らない以上、新しい情報は出てこないだろうな。だよね。俺は落ち込んだ。やはり簡単にはいかないのだ。なんてな。え？そうがっかりすんなよ。本当はまだまだ手に入れた話はあるんだ。本には書かなかったけどな。なんだ？おお、どんな話？こうだ。うん。鬼は実在したんだよ。マジ？まあでもそうだよな。だって本当にさ、実在しなかったらさ、食えないもんね。大真面目だ。鬼を食っちまったからだろうな。生まれるんだよ、この時にはさ。ああ、なるほどね。それって、奇形か何か頭に角が生えたとかじゃないの？狭い中で交配を繰り返すと奇形とか病気になりやすいって。あ、そういうこと？頭に角が生え、あれじゃん。エルフェンリートとかじゃん。そういう話なら、前にテレビかなんかで見たことある。エルフェンリートでしょ、それ。それだけじゃ説明がつかないんだ。そういうのとは根本的に違うんだよ。単なる奇形じゃないの？ああ、違う。まさに鬼と言って差し支えないような能力を持っていた。なんだろう。ヌーベーみたいな感じかな。強いとか？まあそうだな。それも当然あるだろう。ところでここに角が生えたら、どうなると思う？そう聞きながらなお兄ちゃん自分のこめかみを左右交互に指で刺した。角が生えたらどうなると思う？やっぱヘッドホンとかは しづらくなんじゃない？皮が引っ張られて痛いとか？違うよ。その分他の部分の骨が薄くなるんだ。おでことか。そう。それも不自然な形で、額の骨が薄くなるんだ。トレパネーションってわかるか？わかんないよ、トレパネーションは。わか、コミュニケーションしかわかんねえよ。神秘主義的視点から頭蓋骨の額のあたりなんかに穴を開けることを言うんで、ああ、ボルレノフね。ボノレノフだっけ。あいつね、そうすれば霊的な力に目覚めるって信じてる人たちがやるんだよ。ありえないよ。ああ、ありえない。けどな、理屈はわかるんだ。額のあたりには、消化体ってのがあってさ、これを塞ぐものを少しでも取り除こうとしたんだ。どうして？消化体ってのは、かつて目だった器官なんだ。まだ消化体が目として活躍してる生き物も実際にいるんだ。第三の目ってやつ？天津飯みたいな？でも人間にはいらない器官だから退化したんでしょ？そう、光を認識するだけで、認識する目だけで十分だった。けれどそれによって光以外から得る視覚情報を失った。そこから得られる情報は物理的じゃなく、物理的に俺たちにも働きかけない。いわば危険のあまりないものだった。危
険がないって分かってるものをずっと見張ってるなんて疲れるだろ。おお、よく分かんないけど疲れるだろうね。その消火隊には何が見えてたの？うすうすは感づいていたが聞かずにはいられなかった。なお兄ちゃんはにやりと笑ってから答える。今コウタが思い浮かべてるもので合ってるよ。いや、俺何も思い浮かべられなかったよ、コウタと違って。つまり霊的な世界が見えた。へえ、それによって霊的な力をも獲得した。そんなバカな。そうこう話してるうちに俺たちはこの町唯一の神社の前にまで来ていた。うわー、なんかだんだん怖くなってきたね。ここの神社の神様が何か知ってるか？いや、わかんない。いや、わかるだろ。そりゃお前コウタちょっとあれじゃん、鈍いんじゃない、鬼でしょ。夜の神社の鳥居をくぐり抜け、参道のある階段を登っていく。まさか神社の建物に忍び込むとか言い出さないよな。自在天、つまり芝を立てまつってるんだ。ごめん、全然違った。なんだよ、鬼かと思ったのに。自在天、つまり芝ね。おじいさんは山へ芝刈りにの芝ね。え、おかしいだろ、神社なのにヒンドゥー、仏教の神様か。へえ、神仏集合の名残、それが最初からみたいなんだよ。なんで芝を？そこでちょうど階段を登りきった。なんでこいつらみんな芝とか知ってんの？いや、芝がさ、みたいな感じで普通に話出てくんのかね。目の前には拝殿が不気味に佇んでいた。わからないのか？当然なんだよ、芝は三つ目だろ。ゾクリとした。うわー、確かにゾクリとしたわ。俺パズドラの芝確かに三つ目だわ。あれ第三の目ってスキルあるもんね。だから芝なのか。見たいか、芝像。え、いや、拝殿を開ければすぐ見れるぞ。本殿はないからな。それはいくらなんでもまずいんじゃ。いや、開けちまえよ、どうせいないでしょ、なんてな。今回の目的は別さ。セミの音、毎回ほんとビビるな。そう言ってなお兄ちゃんは懐中電灯をこっちに一つ放ると、自らも懐中電灯を手に神社の裏からどんどん茂みの中へ入っていった。やばい、ゲップ出そう。やばいやばいやばい、すげえ、今サイレントゲップが出た。言葉もなくただただ獣道を登る。これは一体なんだ。なお兄ちゃんは俺を一体どこへ連れてくっていうんだ。やばいんじゃない、このまま誘拐されちゃうんじゃない。人気のない、人気じゃねえや人気のない山奥にこんな時間に何のようだ。前を行くなお兄ちゃんからは異様な雰囲気が感じて取れた。もしかしてなお兄ちゃん鬼なんじゃない。鬼だどん。だがもう引き返せるような雰囲気ではない。心臓をバクバクとさせながらもついていくほかなかった。しばらく進んでいると急に開けた場所に出る。なお兄ちゃんはそこで立ち止まった。ついたのか。なお兄ちゃんはこちらに振り向くととんでもないことを言い出した。なんだろう、とんでもないこと。ちょっと予想しようか、これ。なんだろうね。うんこ漏れそうとかかな。ここは凛太郎の舞台となった場所の慣れの果てさ。え、そうなの。つまり鬼の村は実在したってのか。あたりを懐中電灯で照らす。そう言われるとそこいらに転がっている石が、かやの土台のようにも見える。見ろ、ここはかまどの跡だ。なお兄ちゃんが照らした場所を見やると、確かに円形の石を積み上げた跡が残っていた。そこが一番保存状態がいいかな。本当だ、あったんだ。ああ、それから俺は以前鬼と会ったこともあるんだ。はあ？それはちょっとね、バカにしすぎだよ、コウタと俺を。信じると今なんて言った？ポカーンとほうけている俺に構わずなお兄ちゃん話を続けた。それで分かったことなんだけど、鬼は身体能力が高い。それに勘がすごいんだ。あれはもはや第六感と呼べる代物だ。おお、第六感か。俺セイントセイヤとか読んでるけど、結構そういうの使える人いるよね。けどな、鬼は別に脅威じゃない。むしろ被害者だ。人間に虐げられる側ってこと？ああ、鬼とは言ったが同じ人間同士なのにな。少数派っていうのはどうしてもそうなってしまうもんなんだな。少数派って辛いよね、それは。ひどいな。俺の目的は同じ人間を鬼と呼び、虐げた人間たちを吊るし上げたいんだ。手伝ってくれないか。え？吊るし上げたいの？吊るし上げるのはどうかと思うよ、俺も。そんなことしたら俺が危ないんじゃないか。別に無茶はさせないよ。研究課題の中で知り得た情報を俺に教えてくれたらそれでいい。どんな些細なことでもいいんだ。それならまあ、結構この子供の言うことを信頼してんだね。悪いな、コウタ。ああ、それから。
なお兄ちゃんはタバコを取り出し火をつけ一服しな、してから答えた。俺も鬼なんだ。え、姫子には気をつけろ。どうしたの急に、どうしたの急に BGM なくなっちゃって。え、ほらあいつこの町でも一番力がある古い家の一人娘だし、一応な、俺とこうやって会ったこととか話したことは絶対言うなよ。念のためにも花江にも約束できるな。そうだね、うん。この話伝わっちゃうと逆に俺がやられちゃうかもしんないしね。これ村とかの風習系怖いね。よし、じゃあ今日はもう帰るか。それから俺たちはゆっくりと下山し帰宅した。参道の最中に見た満天の星空、美しすぎて不気味なほどだった。確かに美しすぎて不気味なほどだわ。次のシナリオが解放されました。ピースが解放されました。あれ、ああなるほどね、ここに戻ってくるのね。あ、今のでパート2が終わりか。へえ、徐々にあれだね、鬼の真相が分かってくんだろうね、このまんま。まあつうわけで、今回、ここで区切らせてもらいたいと思います。実況マサでした。じゃあね、バイバイ。